決勝、もう一つの椅子をめぐって友田イルマッチです。友選手はね、本当にあのヘビー級には軽すぎて中略には重すぎるようなんですね、はい、ちょっと合う階級がなかったら出れなかったんですけど、この70キロに減量してですね、やっぱ体の強さはすごくあると思いますね、そういったトリッキーの選手というイメージがありましたね。人気を見せましたセルカン・イルマッツ、アマチュア戦績はセコンド、アルバートロー一瞬崩れます、はい、イルマツみたいなタイプはこのローキックが一番いいと思います。ある程度距離ですか、はい、あのローキックで潰して足を潰してた方がいいと思いますよね、まあ、やっぱりこうやって力を見せても思うんですけど、トモ選手は懐が深いですよね、はい、身長あ左ストレート、左の背を返しましたトモです。こうやって返すのすぐ返すのがいいですよね、まあ、リザーブマッチが終わってからだいぶ時間がありましたので、トモの方も体力はだいぶ戻っていると思いますが、ワッツー均衡を交えてきます。ちょんまげ姿、トルコのサムライ・イルマ、トモの方も一振り深いですよね。左が伸びてきます、さあコーナーに詰まった、今ワッシュサビー強烈ミキュレート一発、トモ立ち上がれるか、トルコのサムライ・イルマッチに身を打ち抜いた、さあ立ち上がったトモ、ここから飛んでくる、右ストレート、危ない、さあ崩れた、ここはスリップです。しかしながら友の方は大丈夫か、畠山さん、見事にイルマッツ耳打ち抜きましたね、先ほどは今倒れた時にまた一発右ストレートになったら効いてましたね、はい、さああと1回のダウンということになります、崩れた、アタックアウト、友立ち上がれない、トルコの侍イルマッツが日本代表決定トーナメント決勝へ進みます。いや谷川さん、はい、イルマッツ成功法でも強い、強いですね、これもしかしたら決勝戦まずいですね。そうですね、畠山さんはイルマッツをどう見ますか。いや僕はね、試合前、この試合の前から大穴が来るとすればイルマッツだと予想したんです。さあこのノックアウトのシーン、このパワー、畠山さんのパワーですよね、すごいストレート打ちますよね、このストレートを顎を打ち抜いた、よく友も立ち上がったんですが、よく立ち上がりました、もうこれでも完全にいっちゃってますからね、やはり体のパワーということに畠山さんなりますか。そうですね、本当にナチュラルに強いですよ。いや筋肉にめり込んでいます、この右のストレート、あんま150センチは脱じゃないですね、やっぱり。